どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今日はね、お金に関するマインドブロック、こちらのことについてお話していこうと思います。舞姫大学の奈美さんの方がお金のブロックの外し方ということでね、お金に対するイメージを変えていきましょうみたいなお話をしてくださったと思うんですけども、いやこれね、ビジネスをする上で人に商品を売るのを躊躇するとかね、契約ができない、つまり営業ができないっていうのは、結構ね、致命傷というか痛手なんですよね。でも安心していただきたいのは、誰もが最初からスムーズに商品を売れるわけでも、商品説明ができるわけでもないんですよ。最初の頃はですね、やっぱり躊躇するもんなんですよね。ちなみに後ろ破れてますね。なんかね、これで隠してたんですけども、ついつい上がっちゃいました。気にせずに行きましょう。これね、うちの子供がね、バシバシ開けちゃうんで、もう諦めて修理しないことにしたんですよね。やんちゃな盛りでございます。はい、話それましたけどもね、お金のブロックについてですけども、私はね、やっぱりこう商品に自分で惚れ込むぐらいの価値を盛り込むことかなと思います。その点では奈美さんと考えが一致するんですけども、例えば私が一番最初に自信を持って売った商品は何かっていうと、人にね、2万円以上私の話を聞いてる途中に儲けさせる方法なんですよ。これは今で言うと使い古された方法で、自己アフィリエイトとかね、セルフバックとか、最近でしたらポイントサイトってものがあるんですけども、実際にパソコンを持ってきていただいて、私の目の前でパソコンを並べてですね、同じ作業をするんですよ。そうすると、その方のパソコンの中に売り上げが2万とか3万とか5万とか7万って上がるんですよね。それで大体1時間から2時間の作業が終わるんですよ。そうするとどうでしょうかね。その方は実際に自分の報酬画面に売り上げが上がるわけですから、もう体験するわけですよ。それに対して私の指導料が19,800円。これ損したって感じますかね。もしね、その方の売り上げが5000とか6000で終わって満足度が低いようでしたら、もうちょっとやりましょうかっていう感じで2万とか3万に引き上げてあげればよくってね。で、何か困ったことがあったら、しまいにはパソコンを私が借りて、私が作業しながら説明すればいいんですね、こうやってね。そうすることによってサポートの密度も提供することができますし、またですね、サポートっていうのも当然その後もやっていくわけなんですよ。で、サポートは基本的に YouTube で動画でするようにしましたんで、在宅でもサポートが受けることができますよって形ですよね。そしてその頃やっていたのは、深夜だろうが早朝だろうが、質問がメールできたらね、すぐに動画で回答を出すってことです。で、動画で回答を出すと非常にわかりやすいんですよね。で、そういった形で私の YouTube 活動が始まっていたわけですけども、そうなると逆にですね、19,800円いただいて、売上が2万円以上、5万とか10万とか上がるわけですよ。さらにサポートもしてもらえるってことで、圧倒的な安心感がね、私の運営しているビジネス塾、速稼塾の第一期生にはあったんじゃないかなと思います。そこからね、長いお付き合いをさせていただいたのが、奈美さんであったりとか、それから他のね、私の元を離れて、今では様々自分のビジネス塾を本業でされていたりとか、サラリーマンをしながら副業でされていたりとかね、様々ですけども、今かなり可処分所得が悪くなってきて不景気じゃないですか、不況じゃないですか。そういう時に副業でプラス3万とかプラス5万っていうのが自分の力で毎月毎月手に入るようになっただけでも、かなりね、生活の幅が出てくるんですよね。それから夢とか希望が出てきます。夢とか希望は何かっていうと、今よりも将来が良くなるという根拠があるってことなんですよね。しかもその根拠は偶然もたらされるものではなくて、自分で作っていける根拠なんですよ。そうすると普段から自信にも溢れてね、で、自信に溢れてくるから当然積極的で魅力的な人になっていくと、そして人の困ったを解決できる人になるということになります。今世の中本当不況ですから、右を見ても左を見てもね、困った人だらけなんですよ、特にお金に関して。じゃあそのお金に関しての問題を1000万とか1億っていう金額では解消できないかもしれない。住宅ローンね、一発返済しましょうみたいな話にはならないかもしれないけども、でも毎月の3万5万だったら任してくださいよと言えるような力量がついてくるんですよね。そうなるとどうでしょうか。きっと自分としても生きていくのがかなり楽しくなりますし、いろんなことにね、希望が持てるんじゃないかなと思います。ということでね、今日はそれだけ話して、おいおい、ポイントサイトとか、セルフバックって何なんだよってなっちゃいけませんので、今日はね、私がよく使うポイントサイト、モッピーの登録、アカウント登録 URL を動画概要欄につけておきます。そしてこのモッピーなんですけどもね、最初にアカウントを作るときに、紹介コードがあると最初からね、300円アカウントに入ってるんですよ。確か300円だったと思いますけどもね。それだけでももうすでに何もしないで稼げるみたいなことになっちゃいますんでね、とってもいいスタートが切れると思います。ポイントサイトモッピーの登録、ぜひね、この動画概要欄からやってみてください。そしてすでに登録された方は、ぜひね、おすすめの案件があるんですよ。ちょっとね、私ね、これはね、お話しとかないといけないなと思ったんですよ。
期間限定高還元持ち家計画来場完了ってやつですね。はい、これはね今年に入ってずっとあるんですけども、現在報酬が6500円です。何をするかっていうと、工務店とか住宅展示場ってあるの分かります？新築の家のね、いわゆるプレゼン会場です。そこに行って、ご家族とか、まあお一人でもいいんですけどもね、行って、新築の家、モデルハウスとかモデルルームを見るんですよ。で、大体30分ぐらい見て、最後アンケート答えて帰ってくると。そうすると、6500円もらえてるってことになります。これ地区によってはね、2件、3件、4件回れますんで、6500円かける申し込んだ件数、実際に会場に行った件数ってなりますので、まあぜひね、今度の土日でも、お邪魔してみてはいかがでしょうか。きっとね、モデルハウス、モデルルームって見るだけでもね、ワクワクするんですよね。それだけで楽しいです。プラス、6500円が1件あたり入ってますので、悪い話じゃないと思います。さあ、よろしかったら下の方からね、申し込んでみてください。その申し込みの URL もついでですんで、つけときますんで、今回動画概要欄ちょっとね、3行にわたって充実することになると思いますけども、モッピーの登録フォーム、紹介コード、それから持ち家計画6500円、こちらの案件ですね。これ3つつけときますので、ぜひご活用ください。それでは今回は以上です。お疲れ様です。